よろしくお願いします。そうですね、タイキーを乗っています。クックパッドっていうところで、ソフトウェアエンジニアをやっています。で、こうやって動かしてもいいですか？はい。で、じゃあちょっと軽く皆さんに質問から、お昼ご飯食べてきた人、食べた人どれぐらいいますか？はい。じゃあ、サービスメッシュっていう言葉を聞いたことがある人はどれぐらい？はい。じゃあさっきのエンボイのセッションを聞いてきた人はどれぐらい？あ、じゃあもう皆さん完璧ですね。はい。で、今回はそのまあ、クックパッドは、今割とマイクロサービスな環境になってるんですけど、そこで、まあ、いくつかこう解決したい問題があって、でそこで、エンボイを使ったサービスメッシュっていうのを、導入してみて、まあ、かなり効果があった、良い効果が結構あったので、まあ、そういうのを、ご紹介できたらなということで今回ちょっと話をします。で、まあ、具体的には、一番良かったのは、テイラーリカバリーっていうのが、まあ、なんだ、今まではあんまりできなかったやつが、まあ、できるようになったりとか、あとオブザーバビリティ、こうサービスがどういうふうに動いているか、どういうふうに強調しているかっていうのが、まあ、見えるようになったっていうのがかなり良かったやつです。で、後でこの資料は公開するので、まあ、写真は撮らなくても多分大丈夫だと思います。で、あと、フィードバックがなんか QR コードか何かでできるみたいなので、ぜひ、良かったとか、ここがよく分からなかったとか、そういうフィードバックをください。はい。で、今日の、大体アジェンダですね、 どんな感じの流れで喋るかっていうやつです。まず、まあ、そもそもそのクックパッドっていうのがどういう状況になっていたかっていう、まあ、バックグラウンドの共有から始めて、でどういうことが問題になってたのかっていう紹介をします。で、まあ、その問題に対して、まあ、どうやってサービスメッシュっていうのを導入して、で、まあ、運用してる時に見つけた課題とかやったこととか、まあ、こうやったらよかったみたいな、そういう話をします。で、最後に、なんだろう、どういういい効果があったかっていう共有をして、で、まあ、次、そのサービスメッシュを生かしてどういうものに取り組んでいこうかっていう、そういうものを話します。はい。で、クックパッドっていうのは、まあ、料理に関係するサービスとかプロダクトを作っている会社で、まあ、毎日の料理を楽しみにするっていうのを、ミッションにやっていっています。で、結構前ですね、97年に、日本で始まったんですけど、最近は、そのグロー、なんだろう、世界で使えるその料理関係のプロダクトとかを、やっていて、で、23言語68カ国をカバーしたりしています。ただその、日本のプラットフォームとグローバルプラットフォームっていうふうに2つのプラットフォームが分かれているっていう状況になっています。で、大体その規模感みたいなやつなんですけど、大体多分200前後ぐらい、プロダクト開発者がいる。で、100超えて200はないぐらいの、まあ、本番サービスが動いている。で、ユーザー数が、日本と世界合わせて、これは9000万人ぐらいがご利用いただいているっていう感じです。まあ、なんで、マイクロサービスをこうやっていってる企業とかの中ではそんなに大きくはない、なので、まあ、ミッドサイズドカンパニーっていうタイトルをつけてるんですけど、まあ、そういう規模感です。で、組織構造が、どんな感じになってるか、まあ、これめっちゃふわっとしたやつなんですけど、まあ、黄色いやつが、サービスチームですね、プロダクト開発をしている。で、まあ、この中に、まあ、いろんな、ロールを持った人たちがいて、まあ、プロダクト開発をしている。で、そういうのがいっぱいある。で、中央にこの青いやつが、SRE とかで、
プロダクト開発はかなり、サービス側に権限が出るんですけど、まだそのオペレーションについては、中央の、チームがいて、そこが、責任を持ってやっていってるっていう感じです。で、今後の方向性としては、まあ、これだとその中央のチームがボトルネックになっちゃうので、スケーラビリティ増加のために、まあ、オートメーションとか、まあ、そういうのを使って、各々のサービスチームが自分たちのサービスをオペレーションできるようにしていくっていう仕組みを作っているっていう最中です。で、テクノロジースタックについて言うと、Ruby の会社で、Ruby の会社って、なんで Ruby の会社かっていうと、Ruby をよく使ってて、で、Ruby の、フルタイムコアデベロッパーもお二人ぐらいそういて、まあ、なんで Ruby の会社って言ってるんですけど、Ruby on Rails を、よく使っています。で、Web フロントエンドだけじゃなくて、バックエンドの API サーバーみたいなやつにも、Rails で、アプリケーションを書いたりしてます。でも、最近は、マシンラーニングの周りで、なんだろう、そのモデルを使って何かをするみたいなアプリケーションは Python が多くなってきている。で、パフォーマンスがすごく要求される部分には、Go を使ったりもしている。で、インターナルな、なんだろう、ユーザーのリクエストをさばかないような、そういうサービスには、まあ、いろんな言語がいろいろ投入されているっていう感じです。で、まあ、サービスメッシュが入る前、そのサービス間は、どういうふうに、まあ、つながっていたかみたいな話なんですけど、だいたい、インターネットフェイシングな、そうですね、クックパッドは、AWS の上でほぼ動いているので、ELB を使っています。で、ユーザーからのリクエストをインターネットフェイシングな ELB が受けて、で、まあ、手前に NGX がいて、フロントエンドのアプリケーションがリクエストをさばく。で、その過程で、バックエンドの、アプリケーションとかサービスに情報を取ったりするときは、インターナル ELB を通って、まあ、バックエンドのアプリケーションに到達するっていう、そういう仕組みで動いてました。で、このインターナル ELB につなぐ設定、DNS ネームとかは、だいたい環境変数で、挿入するっていう感じです。で、昔のやんちゃなアプリケーションでは、まあ、アプリケーションコードに直接埋め込んだりもあったんですけど、今はだいたい環境変数経由で渡してあげるっていう形になってます。で、まあ、そういう状況で、何が、まあ、問題になってたかっていうと、そうですね、分散システムがこう育っていくと、まあ、そのコンポーネントのシステムの、なんだろう、信頼性って、まあ、100% にはできないので、やっぱりつながっていくと、どこかが落ちると、まあ、連鎖的に落ちてしまうみたいな、そういうリライアビリティの低下っていうのが、一つ問題としてありました。で、もう一つはその、なんだろう、分散システムこういっぱい育っていくと、まあ、見えるこう人間一人がカバーできる範囲っていうのはやっぱ限られているので、なんだろう、何全体を把握できなくなっていく。で、そうすると、まあ、普段もまあちょっと困るんですけど、一番は、障害が起きた時とかにその原因を探るっていうのが、難しくなって時間かかるようになってしまったっていうのがありました。で、あとキャパシティプランニングもかなり複雑になって、その上流のサービスの、パフォーマンスとかそういうのを考慮しなきゃいけなくなるんで、なんかこのままだともっと大きくなったら難しいねみたいな、そういう、課題感を持っていました。で、じゃあそれを解決しようと言って、ライブラリーをいくつか作りました。で、エクスペディターっていうのは、Netflix のヒステリックスっていう、なんだろう、非同期実行とか、あと、フェイラーリカバリーとか、あるいは、フォルトアイソレーションを実現するための、ライブラリーなんですけど、それを参考にして Ruby のライブラリーを作って使う。で、あと、こうどのシステムとどのシステムがこうつながっているのかが見えづらいっていう問題に対して、分散トレーシングを導入するっていうことで、
AWS の Xray っていう分散トレーシングシステムのマネージドサービスがあるんですけど、それ向けの Ruby のライブラリを作って実際に使って、まあなんだろう、あるリクエストに対してどのサービスが関わったかを可視化するとかやっていました。でそれがその時の、写真なんですけど、いくつかこうサービス、フロントエンドのサービスとバックエンドサービスがあって、それがつながっている。でどことどこがつながっているのか、見えるようになる。で、実際に、あるリクエストをフロントエンドが処理したリクエストを見ると、それに関わったバックエンドサービスが見えて、どれぐらい時間がかかったかとか、ステータスコードが何だったかとかが見えるようになった。ただ、この仕組みのままで進めるには、限界があって、その Ruby だけだったらいいんですけど、さっき言ったみたいに違う言語で作るプロダクトを作るっていうことが増えてきた。なので、各言語向けにライブラリをこう作ったり整備したりっていうコストがすごい大変だなっていうことに、気づきました。であと、これはこっちの方が、個人的にはかなり辛かったんですけど、それぞれのライブラリの機能をこうアップグレードしたり、新しい機能を追加したりしたときに、全てのアプリケーションのライブラリを、アップグレードしていく、つまりアプリケーションのデプロイが必要になる。でそうすると、サービスチームとコミュニケーションして、デプロイしていくっていう、そこのコストがすごく高い。なので、なんだろう、そのライブラリとして機能を提供するんじゃなくて、別のプロセスとして機能を提供できれば、そういう問題を解決できるんじゃないかなっていうのを考えてました。で、当時あと Airbnb のスマートスタックとかがあったんですけど、構成的には近いんですけど、そうですね、リトライとかタイムアウトの機能とかは自分たちが欲しいけどなかったので、じゃあ自分たちで新しいプロキシーを作ってコンサルテンプレートとかと組み合わせて作ればなんかいい感じのものができるんじゃないかみたいな、そういうまだ雑談に近い話をしていたんですね。でそういうところに、サービスメッシュっていう、なんだろう、ものがこう、世界でこう生まれたのか分かんないけど、できてきて、でそれ最初知ったのが、2017年の初めの方に、SRE コンアメリカっていうのに、同僚が行って、でそこで、リフトのエンボイっていうプロキシーがなんか面白そうだよみたいな話を聞いて、で見てみたんですね。でそしたら実際に自分たちがこうやろうとしていたことにすごく近くて、おこれはとても良いのではと思って調べていきました。で、コンセプトとしては、これは自分の意見での解説なんですけど、今までこうライブラリーレイヤーでやっていた、リトライとかサービスディスカバリーとか、あとタイムアウトとか、そういう処理を、プロキシーに移すっていうのがまず一つのステップで、そのプロキシーを、コントロールプレーンとプロキシーを通信させて、設定を反映させたりする。でこれすると何がいいかっていうと、自分たちでその設定のデプロイとかっていうのをこう気にしなくてよくなるのが一つ楽で、あと、Kubernetes とか、あと ECS もコンテナオーケストレーションツールに入るのか、ちょっと自信がないですけど、そういうコンテナオーケストレーションツールと、協調して動作してくれることによって、例えばサービス A のあるインスタンスが、別のホストにデプロイされる、例えばなんかホストを、シャットダウンしたいって時に、別のホストに移動するとかっていうのがあると思うんですけど、そういうのを、コンテナオーケーションツールがやったときに、その情報をコントロールプレーンに伝えて、プロキシの設定が反映されて、自動的にネットワークトポロジーがこう再構成されるみたいな、そういうのが多分画期的だったんじゃないかなって思います。であと、その設定を書いてそれをコントロールプレーンに伝えるっていう部分は、Web UI みたいなやつでもいいんですけど、その設定を、
Git リポジトリとかに置いてレビューして、でよかったら、マージしたらそれが自動的に反映されるみたいな GitOps を導入すると、その設定のレビューっていうのが今までそのアプリケーションコードとかアプリケーションの設定をこう見て、レビューしないといけなかったのが、まあ、抽象的な設定っていうものでレビューできるようになるので、そこがすごく良いというふうに僕は思いました。まあ、なので、導入してみて実際に運用してみているっていうので、その話をします。タイムラインとしては、2017年の初めの方に、こういうふうに作ったらできるんじゃないかみたいな構想を作って、でまあいろいろ別の仕事があり、2017年の後半に MVP を作る。で、実際に、2018年の4月ぐらいだったかなに、実用段階になったので、他のサービスでもどんどん使っていこうっていう状態になったっていうタイムラインです。で、その先ほどのプロキシー、サービスメッシュの言葉ではデータプレーンっていうんですけど、は、いくつか当時、まあ、いくつかって2つか製品があったんですけど、僕たちは、エンボイを選びました。で、これその選んだ点としては主に3つあって、まあ、軽量である、その使用するメモリーが少ないのと、まあ、起動が早いっていうのはが、重視して選びました。で、先ほどの、 あの分散トレーシングシステムの AWS X-Ray の時にサイドカーコンテナっていうのを導入したんですけど、まあ、その時にサイドカーってこうたくさん走らせる必要があるから、できればリソース消費量は少ない方がいいっていうのを学んでたので、まあ、それを重視して選びました。で、あとグレイスルリローディングができないと運用的にかなり厳しいかなと思ってたんで、そこはかなり重視しました。あと gRPC サポートが、その時でその時点で一番なんだろう良かったので、gRPC もいつかサポートしたいと思ってたので、その点も考慮して選択しました。で、実際に MP を作る時にはIstioが発表されてたんですけど、まあ、当時計画を立てた時には、まあ、Istioが知らなかったとか、まあ、世に出てなかったので、まあ、知らなかった。で、出た後も、すぐにプロダクションに使うにはまだかなっていう、僕たちは当時判断したので、まあ、コントロールプレーンを自作しようっていう、判断をしました。で、あとその Kubernetes を使っているのではなくて、Cookpad では ECS を使ってアプリケーションを動かしている、アプリケーションプラットフォームを作っているので、まあ、その点でも、世にあるソリューションは割と Kubernetes 向け、 Kubernetes でこういい感じに動くのをまずターゲットにしているのが多かったので、まあ、その点でも自作がいいんじゃないかなっていう判断をしました。で、あと、Envoy ってこう結構いろんな機能があるんですけど、まあ、自分たちが最初使いたかったのはフェイラーリカバリーとかフォルトアイソレーションとかの機能、レジリエンシー関係の機能と、あとまあメトリックスを見たりとかのオブザーバビリティ系の機能だけをとりあえず使えればよかったので、まあ、それならスモールスタートで作っていった方がまあいいんじゃないかな。そのサービスメッシュみたいなものを自分たちが作った経験もなかったので、まあ、小さく進めていこうっていう判断をしました。で、目標としてはいくつかあったんですけど、そのサービス間通信周りの設定っていうのを中央で一括で、管理できるようにするっていうのがまず一つ目標としてありました。それまではその各アプリケーションの設定にそういうなんだろう、サービス間通信周りの設定っていうのが散らばってたので、なんだろう、一括してまあ見れないしレビューするのもちょっと難しいみたいな状況があったので、それを改善したいっていうのがありました。なので、そうですね、レビューもなんだろう、いい感じにレビューができるみたいなことも念頭において、作りました。で、あと、メトリックスはどこに貯めるかっていうので、当時その時今もなんですけどプロメテウスを整備していたので、そこに全部できれば集めたいっていうのがあって、それが要件に入ってます。
であと、そんなにそのなんだろう、オペレーションチームとかプラットフォームチームもそんなに、まあ、エンジニアリングリソースがそんな潤沢にあるわけではないので、まあ、オペレーションコストが可能な限りこう低くなるように、なので、コンポーネントを少なくしたりとか、あるいは使えるところは全部マネージドサービスを使うっていう方針で設計しました。で実際にできたものはこれなんですね。でだいぶこう要素が多いと思うので、ゆっくり解説していきます。どっからそうっすね。じゃあ設定の電波みたいなところからいきますかね。開発者が一番左上の方から見ていってください。開発者がプルリクエストとして設定値をGitHub エンタープライズ上のリポジトリに送る。で、オペレーションチームとかプラットフォームチームがレビューする。で、マージされると、CI でそのクモノスっていう、これ RubyGem ですね。そういう、抽象的な設定を実際のエンボイの設定に変換するっていう、ツールを作っていて、でそれをで、まずエンボイの設定となる JSON に変換します。でそれを S3 に、エンボイの XDS API 通りの、パスにプリフィックスになるような、キーで S3 にアップロードします。で、実際に、ECS タスクにはサイドカーエンボイっていうのを起動しておいて、でそのエンボイを、XDS API のエンドポイントとしてS3 を見るように設定しています。でそうすると、この場合、クラスターディスカバリーサービスとルートディスカバリーサービスの情報を S3 から取ってくる。で、そのクラスターディスカバリーサービスに、アップストリームのホストはどれかっていう、その一つにインターナル ELB の DS ネームを置いているので、エンボイがそこに接続する。でアプリケーションは、エンボイ経由で、上流のサービスに接続して、エンボイは ELB にルーティングして、まあ、ELB がそれぞれ、そのサービスのアップコンテナにルーティングするっていう、まあ、そういう構成になってます。でですね、であと右下の方に、ELB がないやつらがいて、これは、GRPC アプリケーションのインフラを作るときに、ELB だと、なんだバックエンドの HTTP2 プロトコルをサポートしてなかったので、エンボイで直接、ロードバランシングするパターンの構成をここに書いてます。でそこだとその上流のサービスのサイドカーに、サービスディスカバリーサービスに、自分の属している、ECS のタスクっていう、まあ、Kubernetes のポットみたいな概念があって、でそのアプリケーションアップコンテナがリスンしているポートと、まあ、あとホスト IP アドレスですねをサービスディスカバリーサービスに登録するっていう処理が走っています。で、エンボイはサービスディスカバリーサービスを経由して、接続先っていうのを解決して、上流のアップコンテナにルーティングする、ロードバランシングするっていう仕組みになっています。で、その最初のこの GHE リポに置いてあるそのサービス間通信の設定っていうのは、これはなんだ、自作フォーマットみたいなやつになっていて、だいたいルーティング関係の設定と、あとエンボイのクラスター関係の設定が書けるようになっています。で、結構こう共通化することが多いので、JSONet を使って記述できるようにしています。で、これ前のクベコンヨーロッパの時にブッキング .com の人も
まあ、似たような設定みたいなやつを開発していて、でそれは Kubernetes のスペックみたいなフォーマットになってて、ああそっちの方がなんか後々の互換性が良かったなと思ったんですけど、まあ、これは僕が作ったやつです。で、Envoy はそのルートコンフィグに、リトライとかタイムアウトとかそういう設定が書けるようになっているので、なんだろう、それをこの設定でも同じように書くようにしています。で、Envoy Proxy のその生の設定ファイルのセマンティクスになるべく、まあ、近づけるようにっていうのは設計思想の一つとしてなっていて、まあ、なんであんまりなんだ Envoy の設定を知っていれば、まあ、分かりやすいみたいな感じにはなっています。で、でクラスター周りに、サーキットブレーカー関係の設定は書くようになっているので、まあ、ここだと省略されてるんですけど JSONNET によって、このサーキットブレーカーデフォルトの中に、MAX コネクションプールの設定とかそういうのが書けるようになっていて、でこのルーツに指定してあるルーツ、後ろの人は多分ちょっと見えないかもしれないですけど、すいません、あごめんなさい、大きいスライドがありました。はい、このサーキットブレーカーデフォルトのところに、MAX コネクションとかそういうエンボイの設定が、書けるようになっていて、まあ、それ JSONNET で展開するとそういうのがバラバラっと出るようになってます。でルーツの中に、エンボイだと、パスごとにその、リトライとかタイムアウトの設定が書けるので、デフォルトの場合だと多分ルートあれですね、ルートプリフェックス、何でしたっけ、スラッシュか、スラッシュで、まあ、全てのリクエストに対して有効になるみたいな感じになってます。はい、で、自作サービスメッシュの話でちょっと戻ると、はい、最初に MVP を作った時には、Envoy、すいません、これメトリックスの話ですね。メトリックスをどうやって送るかっていう話の中の一つなんですけど、最初に MVP を作った時点では、Envoy から、StatsD っていう、なんだろう、メトリックスフォーマットがあって、でそれを、StatsD リレイっていう、これは、自作のやつですね。多分世の中には出してないですね。StatsD リレイっていうコンポーネントを経由して、でそこで、Envoy の StatsD のメトリックスを、まあ、積表現で、タグ付けに分けたり、あるいは環境変数でタグを挿入するっていう処理をするコンポーネントが、まあ、昔はいたんですね。それが StatsD リレイってやつで、それによって、DocStatsD っていう StatsD っていうメトリックスを、まあ、タグがマルチディメンションになるように拡張したっていうデータドックが作ったフォーマットがあるんですけど、そのフォーマットで、StatsD エクスポーターっていうプロメテウスのエクスポーターの一つにプッシュするようになります。で、プロメテウスはその StatsD エクスポーターっていうエクスポーターに定期的にプルして、メトリックスを取得するっていう構成になってました。で、できればこう動くコンポーネントは少なくしたいっていう目標があったので、Envoy が直接 StatsD ではなく DocStatsD で、StatsD エクスポーターにメトリックスを送れば、この自作のコンポーネントは消せるよなっていうのは最初から気づいてたんで、消したいっていうことで、似たようなイシューがエンボイになったので、PR を送ってみたら無事、まあ、いろいろレビューは挟んだんですけど、無事マージされて、で、DocStatsD シンクっていうシンクの一つですね、とあと固定文字列のタグを、Envoy のインスタンスに与えて、まあ、メトリックスに、なんだろう、付与するみたいな機能を2個付け加えたことによって、この StatsD リレイっていうコンポーネントを消すことができて、まあ、シンプルな構成に近づいたっていう余談ですね。はい。
で、あとそうですね、さっき、ちらっと、解説したんですけど、途中で GRPC アプリケーション用の、インフラを作るっていう、なんだろう、要件が入ったので、入ったので、まあ、それを作ったっていう話です。で、AWS だと、クラシックロードバランサーの TCP モードとか、あとネットワークロードバランサーとかで、L4 で、なんだろう、 GRPC のリクエスト、つまり、まあ、トランスポーター HTTP2 なんで、 HTTP2 のトラフィックを、なんだろう、ロードバランスすることは一応はできるんですけど、ただ、L4 のレベルでやろうとすると HTTP2 って、コネクションをずっと TCP コネクションをずっと張っているので、コネクションがうまくそのアップストリームサーバー間でローテートされないので、まあロードが偏ってしまうっていう問題があったので、できればこれは、L7 のプロキシでなんとかしたいとは思っていました。で、エンボイはちょうどそういう機能を持っているので、それを使えばいい感じにできるっていうことに気づいたので、拡張、自作のサービスメッシュを拡張してそれをできるようにしました。で、それが、インターナル ELB をアップストリームに使う場合、そのインターナル ELB のなんだろう、実ホストってそんなに変更がないので、エンボイのクラスターの設定の一つとして、DNS ネームを書いておけばいいんですけど、なんだろう、ECS 上で起動するアップコンテナー群に対して、同じようなことをすると、パフォーマンス上のデメリットがあって、まあ、なので、エンボイでは、そういうふうに頻繁に、なんだろうな、変わるようなホストに対してはクラスターの中にホストを書くのではなくて、サービスディスカバリーサービスっていうのを経由して、実際の接続先情報を与えるっていう設計になってます。で、それがそのサービスディスカバリー、サービスディスカバリーサービスで返ってくるのが、まあ、大体 IP アドレスとポートで、それが実際の接続先で、それを返すような、リファレンス実装っていうのが、OSS であって、それがリフトディスカバリーって GitHub.com のこれなんていうんだパスなんですけどっていうソフトウェアがあったので、最初はそれを使っていました。でバックエンドは DynamoDB です。でただ、このリフトディスカバリーだと、1ホストインスタンスに、マックス、あるサービスのタスクは1つまでっていう制限があって、うちの環境、クックパッドの環境だと、あるホストインスタンスにあるサービス A の、ポットみたいなものが2つ以上こう配置されることがあって、そういう時にうまく動かなかったので、クックパッドすら SDS っていう SDS API を新たに書いてそれを使うようにしています。これのちょっといいポイントとしては、 DynamoDB TTL っていうのを使って、ホストエントリーの TTL を管理してるのはちょっといいやつです。で、あとまあいいか、はい、あとまあまあいいや、はい、すいませんで、あとこれも、大変だった話みたいな、まあ半分余談ですね、サイドトークですね。で、ですね、さっきみたいなその SDS、 GRPC インフラのための SDS を使ってエンボイでロードバランシングするみたいな風に、設計すると、ELB を使わないんですね。でそういう時に、ECS があんまりいいフックインターフェースを用意してくれてないので、ECS のサーブ、そういう、なんだろう、構成で、デプロイを設計しようとすると、ECS ってそのサービスっていうものがあって、でそのサービスに、タスクがぶら下がるっていうふうになってます。でそのタスクっていうのは、Kubernetes のポットみたいなものですね。そのコンテナのひとまとまりの単位で、その ECS のサービスをで、
ELB を使っている場合、その ECS のサービスが新しくタスクを生やして、で ELB の向き先を新しいタスクに向けてハイデプロイ完了っていうのにきれいになるんですけど、 ELB がない状態で同じことを実現しようとすると、ECS のサービスっていうのを、まあ、こっち側でコピーして、で実際にその新しくコピーしたサービスが起動するのを待って、で SDS のエントリーをいじって、トラフィックをスイッチする、で古いサービスをデリートするっていう、かなりこう大変なことをやらなきゃいけなくて、それを作ったのが大変だったっていうヨタ話です。はい、でまあそうこうして無事実用段階になったので元気に動いてて使っています。で運用面で気づいたこととか工夫したこととか、そういう話をします。でダッシュボードについて、ほとんどのメトリック、ほとんどで全てですねのメトリックスはプロメテウスに入っています。でプロメテウスの情報は、グラファナっていう、なんて言えばいいんですかね、ダッシュボードツールって言っていいのか分かんないですけど、まあ、そういうものがあって、後でスクリーンショットをお見せします。でそこで、サービスごとにアップストリーム、あるサービスがつないでいるアップストリーム全部の情報が見えるダッシュボード、あとはあるサービスとあるサービス そのコミュニケーションが見れるダッシュボード、あとエンボイ全部の状態が、すべてのエンボイインスタンスの状態が見れるダッシュボードの3つを用意しています。であと、Netflix が作ったビズセラルっていうツールがあって、それも後でお見せするんですけど、それは見せた方が早いんで後でお見せします。でこれは、プロムビズっていうソフトウェアを確かサイバーエージェントさんの方が、作っていて、それがプロメテウスに情報が入っている、あプロメテウスに入っている情報をビズセラルで可視化するときに、簡単にできるみたいな、ソフトウェアがあったんで、それを使っています。で、これがパーサービスのダッシュボードです。あ暗いかな、暗いっすね。左上が、一番左上が RPS です。で、各そのアップストリームごとの RPS となっていて、黄色いのは1サービスで、青いのも1サービス、紫も1サービスみたいな感じで、これ多分サービス数、上流のサービスが10個とかあるのかな、のが出るようになってます。で、これなら見えるかな。でこれが、ビットライとかサーキットブレーカー関係のメトリックスの画面なんですけど、でこれが、ある障害が起きた時の、メトリックスです。で、実際に、リトライサクセスカウントとか、まあ、この時は、リトライしてもどうにもならなかったので、リトライオーバーフローカウントとかが、跳ねているっていうのが見えるようになっています。でこれが、エンボイ全部のダッシュボードです。これは昨日の深夜撮ったので、割と撮りたてほやほやです。で、深夜なんで、まあそんなにエンボイのインスタンスはないんですけど、今706当時動いていました。で、S3 にどれぐらいリクエストしていて、その S3 のリクエストがどれぐらい失敗しているかとか、あと、SDS2 っていうのが、まあ、クックパッド SDS のアプリケーション名なんですけど、それにどれぐらい RPS があって、まあ、どれぐらい失敗してるのかっていうのが見れるダッシュボードを用意して運用に役立てています。あとこれが Netflix のビズセラルの画面で、これサービスがいっぱいいて、その間の通信量っていうのを、ビジュアライズするツールです。でどれぐらいどことどこがつながっていて、どれぐらいリクエストがあるのかっていうの、大まかな雰囲気が分かるツールになってます。社内ではインスタ映え画面とかって言ってます。で、これ、エラーが起きた時はこの青白い光が赤とかで、あと400系とかだったら、黄色になるみたいな感じで、エラー状態も視覚的に見えるってなってます。でこれがある、サービスの、下流と上流が見れるビューなんですけど、まあ、こんな感じで、あこのサービスとこのサービスはすげえリクエストしてるなとか、あこのサービスから全然リクエスト来てないなとか、そういうのが見えるっていうツールです。はい、でメトリックスの話は、終わって、エンボイを EC2 インスタンスで直接動かしてるっ
ていうサービスもあるのでその話をします。でそうですね、そのホストは、Ubuntu なので、Envoy バイナリーをどうやって配布しているのかというと、普通にビルドして、で、インハウスのデブパッケージとしてまとめて、配布するっていうふうにしています。で、SystemD のサービスとして動かして、まあ、運用している、リロードしたりとかです。で、グレースフルリローディングするには、Envoy リポジトリにある hot-restarter.py っていうやつを使っています。それは、特にフォークせずにそのまま使っています。で、その中で、Envoy のバイナリーのパスとか、あとサービスクラスター、サービスノードっていうオプションを、Envoy バイナリーに与えるんですけど、それはそれぞれのホストごとに、コンフィギュレーションマネジメントツールで配布するときに生成するっていうふうにしています。で、あと運用上の問題の一つなんですけど、サイドカーエンボイが起動自体はそのとても早いんですけど、実際に XGS API から情報をフェッチしてルーティング可能になるまでってちょっと時間があるんですね。長い時は5秒、普段は1秒とかで、なんだろう、ウェブアプリケーションとかだとヘルスチェックとかっていう概念があるんで、まあ、サービスがなんだろうアベイラブルになるまで実際のトラフィックを向けないとかで回避できるんですけど、例えばバックグラウンドジョブをする、なんだろうケースだと、ヘルスチェックなんだろうヘルスチェックとかなくアプリケーションがすぐにスタートしてしまうの でそのアプリケーションがエンボイ経由で上流サービスにアクセスしようとすると、まあ、エラーになって困るっていう問題がありました。で、それいい解決策が当面見つからなかったので、アプリケーションを起動するときにこのウェイトサイドカーっていうラッパーコマンドを経由して起動することによって、このウェイトサイドカーが、まあ、その名の通りサイドカーのエンボイが実際にルーティング可能になるかまで、リトライして待って、で実際にエンボイが使えそうだなってなったらそのアプリケーションを実行するっていう、そういうラッパーコマンドラインツールを作りました。で、あとこれ運用上の、話で、クックパッドのアプリケーションプラットフォーム向けに、内製のコンソールツールっていうのがあって、でそこであるアプリケーションの情報がこう一覧できるようになってるんですけど、まあ、そこに、なんだろうサービスメッシュ関係の情報も載せた方が開発者が一覧しやすいっていうことで、例えば SDS エントリーをこう載せたりとかの情報を載せたりとかっていうふうにしています。で、はい、その辺が運用の話です。で、実際にどういういいことがあったかっていう話をしようと思います。で、いいこと一つ目、レジリエンシーが上がった。これはライブラリでもできる話なんですけど、でも、そのサービスメッシュを導入することによって、ネットワーク層でそのライブラリとかアプリケーションでいろいろ頑張らなくてもネットワーク層でいろいろやってくれるっていう環境が整ったので、なんだろうそのプロダクト開発チームとか、まあ、プラットフォームチームがまあ、エラーとかに対処する時間っていうのがかなり減りました。で実際に何だろう運用上でも今まではこうアラートが鳴っていたものも、リトライとかで十分カバーできるからもうアラートは鳴らなくてワーニングレベルに下げたとかっていう改善がありました。で、あと今までこうあんまりレビューできなかったサービス間通信周りのリトライとかタイムアウトとかそういう設定値っていうのが、レビューとかコミュニケーションができるポイントができたので、それがとても良い。今までは、アプリケーションコードを見たりとかアプリケーションの設定値を見てレビューしてたのが、抽象的な設定ファイルを見てコミュニケーション、ここをこんぐらいでこんぐらいのタイムアウトでいいのみたいな、そういうコミュニケーションができるようになったっていうのがプラスです。で、あと、
設定値の反映っていうのが今までライブラリでやってた時はアプリケーションのデプロイメントが必要になってたんですけど、それがサービスメッシュ側で自動的に反映されるように素早く反映されるようになったので、なんか問題が起きた時の対処っていう時間はとても早くなりました。で、あとフォルトアイソレーションについてはまだその実感できる数値とかは特になくて、ややその上流のサービスのレスポンスタイムが遅れた時に、あるサービスがのレスポンスタイムも引きずられて悪化するのは起きにくくなってかもしれないけど、まだなんか数字としてはっきり見えてるわけではないっていう感じです。なので、導入するなら多分このフェイラーリカバリーの部分はかなりなんだろうな、すぐに実感できるというか役に立つものだと思います。で、あとオブザーバビリティの面でも、進捗があって今までそのサービス間通信っていうのが、すごいそのサービスとかに慣れた人じゃないとあんまりよく分かんなかったので、障害とかが起きた時に、まずその構成がどうなっているのかを把握したりとか設定値を見たりとかで時間かかってたんですけど、今だと、グラファのダッシュボードとかで、あ、ここが問題点だなとかっていうのが分かるようになったので、実際に障害の、ルート構造を特定するまでの時間っていうのが減りました。で、あとその今までそのリトライとかはライブラリーレイヤーで提供してたんですけど、そのどれぐらいそのリトライとかが起きてるかとかっていうメトリックスを取得する部分までは作ってなかったので、それが見れるようになって、その自分たちが設定したリトライとかタイムアウトとかの設定値が本当に今適切なのかっていうのが見れるようになった。で、見れると今は適切じゃないんだなっていうことで改善するっていう、その改善サイクルが回せるようになったっていうのはかなりでかいです。で、あとこれはまだやってなくて将来的な話なんですけど、サービスレベルインディケーターを設定する時の情報源の一つとして役に立てるんじゃないかなって考えています。で、あとそれですね、ライブラリーモデルの時にはそのライブラリーをこう良くしていっても、それを反映するまでのコストってすごい高かったんですね。サービスチームとコミュニケーションしてそのアプリケーション、サービスのアプリケーションをこうデプロイしていくっていうサイクルが必要だったので、その1サイクルがとても長かった。で、これが、プラットフォームチームで、新しい機能とかを提供したいって時にプロキシをこっちで勝手にデプロイしてアップグレードをできるようになったので、改善サイクルがとても早く回せるようになったのは嬉しいポイントという3つです。で、次なる挑戦、サービスメッシュができたことによって、取り組めるようになったものとして、ビジネス的にも効果がでかいからやっていこうって思っているものたちです。で、一番上はあんまビジネス的なインパクトは関係ないんですけど、これは個人的に、まだ V1XDS を使っていて、もうリミットが近い、秋にはもう終わっちゃうやつ、もう秋ですね、そういえばちょっと我々の秋はまだ来てないんですけど、はい、なので、V2 に早いとこ移行するっていうのを今取り組もうとしています。で、あと、ついでになんですけど、今、自作インハウスのサービスメッシュを使ってるんですけど、それをずっと使い続けるっていうつもりはあんまりなくて、イスティオとか、あと最近この間の Google クラウドネクストだったかなで、マネージドサービスのサービスメッシュとかが発表されたりしていて、でいずれそういうのに、乗り換えるっていう予定で自作のサービスメッシュは作ったので、そういうマイグレーションプランとかを考えていくっていうのがネクストチャレンジとしてあります。で、あと、サービスメッシュのレイヤーで、フェイラーリカバリーとかの機能は提供できるようにはなったんですけど、でもあるその上流サービスの失敗っていうのがそのアプリケーションにとって、回避できるか回避できないか、
それに対して どうハンドリングしたらいいかっていうのはサービスメッシュのレイヤーではできなくて、あくまでそのアプリケーションレイヤーでハンドリングする必要があるんですね。例えばなんか、レシピの画面を表示しているときに関連する動画がありますっていう動画を撮っているっていうケースで、まあ、その動画なくてもまあなんかそこはブランクになるかもしれないけどレシピページ自体は表示できるみたいな、そういう時にアプリケーションレイヤーでちゃんとハンドリングする必要があるんですけど、まあ、そうやって気をつけましょうでやっても難しいんですね。なので、強制的にサービス間通信を、失敗させるようにして、そういうのが正しくできてるのかっていうのをチェックするっていうために、まあ、カオスエンジニアリングを始めようとしています。であと先ほどライブラリレイヤーでディストリビュートトレーシングは、提供してたんですけど、これもプロキシのレイヤーでできることはかなりあるのでそれをやっていきたい。で認証認可についてあるサービスとサービスのサービス間通信でそのサービスは、通信してきていいかっていうサービスアイデンティフィケーションをやりたい。まずはで、もう一個進んだプロセスとしてエンドユーザーの、アイデンティフィケーションとかも、プロキシのレイヤーでリゾルブしてで、出てきたその認証情報とかをエンコードしてアプリケーションにプロパゲーションするみたいな、そういう認証認可のプラットフォームも作っていきたいと考えています。はい、ということでこの辺のあたりの話をしました。ご清聴ありがとうございます。はい、小野大樹様ありがとうございました。ご質問ございましたら挙手お願いいたします。すいません、エンボイ全然使ってはいないので分かんないんですけど、S3 に設定ファイルを置いてるっていうふうに、はい、それなんて言いますか、なんですけど S3 に設定ファイルを置いてるって伺ったんですけど、それの変更検知ってどういうふうにエンボイってするんですか。ああ、そうですね、伝え出した方がいいかな、ここですよね。エンボイは、V1XDSだと、定期的指定した間隔で、XDS API にポーリングするっていう仕組みになっているので、クックパッドの場合だと確か3秒置きとかに定期的にエンボイがフェッチするっていう設定になって、そんな感じです。そうです、ポーリングです。はい、わかりました。あとすみません、あとコネクションプーリングの機能があると思うんですけど、なんか使われているところとかあったりしますかっていうところと、あとそれと関わるんですけれども、そのデータベースのフェルオーバーが例えば起こったってなった時に、実際にそのサービスディスカバリー とかと連携してどういうふうに動くのかみたいなところがちょっとなんか具体的なことをあれば教えていただきたいなと思うんですけど、コネクションプーリングだと、その上流のサービスのレスポンスタイムが悪化したりとかしてコネクションプールが溢れたらリクエストをキャンセルするっていう、まあ、そういう機能がエンボイにはあって、でそういうのは使っていて実際に発動もしてたりします。で、データベースのフェイルオーバーについて言うと、RDB への接続はサービスメッシュを通すようにはしていないので特に関係がないっていう感じです。あ、なるほど、はい、じゃあそのまま RDS がフェイルオーバーしたらそのままっていうか、別の仕組みでリカバーしているっていう感じですね。サービスメッシュは特に関与していません。関与してさせてないんです。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますか？よろしいですか？はい。それでは。大樹様、ありがとうございました。ありがとうございます。